Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激辛ジョニーズ、今日もみんなの新評つけちゃうぞ。やってきました。はい、はい。というわけで今回はですね、千葉県船橋市にあります韓国料理屋さん、ジャンモ津田沼パルコ店さんにやってまいりました。はい、でこちらはですね、さまざまな韓国料理、が楽しめるということでやっていくんですけれども、今回はですね、こちらの激辛メニュー、激辛石焼きチーズブルダック丼に挑戦していきたいかなと思います。で、今後もですね、ちょっと辛さレベルが選べるんですけれども、通常ね、普通はこの激辛でやってるんですけれども、なんとですね、今回ちょっとね、裏メニュー的な感じでさらに辛くしてもらえるということで、とんでもない、ちょっとね、ちょっと結構わりかし辛そうな、予感がしてます。なんかね、以前にはですね、ちょっとテレビに取り上げられたぐらい、ちょっとなんか激辛チャレンジメニューをやってたらしくてですね、今回はちょっとそれを再現していただくということで、やっていきます。はい、でね、一応ね、韓国産の唐辛子と、あとですね、カプサイシンエキス、はい、唐辛子の辛味成分を抽出したね、もう辛いところだけ寄せ集めたね、超殺人的エキス、カプサイシンエキスをね、もう大量に入れてるということでね、これはちょっとね、やばそうです。ということで早速中に入っていきましょう。レッツゴー。あー、来ました。こちらが超激辛石焼きチーズブルダック丼ということで。いただきます。さあ、超激辛チーズブルダック丼。お手並み拝見ということで、はい、じゃあちょっとね、これ混ぜながらちょっと行き帰って思います。いただきます。具材はね、チキン、鶏肉に、キャベツ、玉ねぎ、そして青唐辛子入ってますね。あとチーズ、はい、トロトロですね。あ、しかもこれ石焼きなんで、冷めづらいということでね、辛さはね、熱が加わると余計辛みが増すということがありますけれども、はい、じゃあちょっと一口いただきます。チーズ関係なく辛いわ。辛いけどうまい。すごい、このお肉がめっちゃ香ばしい。うん、うまい。うまいけど辛い。スプーンが止まらない。チーズ、カプサイシンエキスが入ることによって結構やっぱ辛みのレベルがバンと上がります。チーズでマイルドになるかと思いきや全然関係ないわ、やっぱ辛いわこれ。しかしスプーンが止まりません。よくね、ブルダックポックンミョンとか、ね、辛いもの好きな方だと、あの辛い麺あるじゃないですか、ブルダックポックンミョン、はい、だからブルダックイコールちょっと辛い料理っていう、こうイメージあると思うんですけども、ブルダックっていうのはね、これ訳すと辛い鶏、まあ激辛鶏という意味がありますので、まあ、そういったところを覚えておくとね、ブルダック大体ブルダックってつくと
韓国の料理はこう大体辛いんだなってこうイメージしておくと、まあ、ちょっと面白いかもしれないかなと思います。チーズが何の役にも立てないんだろう。うん、うん、チキンがプリプリ、うまいわ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。韓国家庭料理ジャンモ津田沼パルコ店さんの超激辛石焼きチーズブルダック丼、辛さレベルジャンガジャン、辛さレベル 7.5 です。はい、おめでとうございますと、まあ、青唐辛子の粗刻みにしたものがパンと入ってましたけれども、非常にねちょっとパンチが効いた、辛みです。そしてまあなんといってもこのカプサイシンエキス、これはねやっぱねこの辛さレベルがガンと2レベルぐらいね、まあ、パンチの出る辛さが出てました。はい、まあちょっとねやっぱこうチーズ、うん、まあ、チーズが入ったことによっていや若干ねやっぱこうね辛みがこうまろやかになって、美味しく食べれたのではないでしょうか。鶏肉はねもうプリプリで非常になんかちょっと香ばしく、香ばしい風味でね非常にご飯との相性もバッチグーということでございます。今回はね石焼きチーズブルダック丼、超激辛紹介させていただきましたので、それ以外にもですね、牛肉がいいよという方はねこの石焼きレッドプルコギ丼、はい、こちらの方もなんかちょっとこう辛いとか辛めにあります。あとはまあスンドゥブですね、スンドゥブとかで、辛くて熱い料理をね食べて汗を流してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。月曜ブログ、ツイッターなども更新しますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。